自称恋愛カウンセラーのポエムとかを全部鵜呑みする、彼女に振られました。ホニャララな男は別れるべきとかそういうツイート全部真意、その基準で私はジャッジしていたようです。でもまだ未練があるため、吹っ切れるアドバイスが欲しいです。自称恋愛ポエムを鵜呑みにする女で、一生 SNS でコラムとか見てるタイプですということなんですが、まずですね、モテる女性は SNS ポエムをやりません。基本的にはやりません。職業とかでやってるんだったら別だけど、まあでもやらないだろうな、ちょっと。多分、とっとと結婚すればいい男を捕まえて、SNS ポエマーをやらなくても成功できるような立場に行っちゃうと思うんで、まず本当、ごくごくの例外ね。作家として能力が高いとか、なんかごくごく一部の例外を除くと、多分、SNS 恋愛ポエマーみたいなそういう人って、多分、モテない人だと思うんですよ。で、モテない人の意見を参考にするから恋愛こじれるわけなんですが、そういう女性とは多分永遠にこじれると思うので、普通に別れて正解だと思います。はい。多分メンヘラです。はい。他人の影響を受けやすいんで、メンヘラって。